はい、どうも皆さんこんにちは、スウィンティー森です。ということで今回もね、ちょっとお久しぶりになっちゃったんですけれども、文房具紹介の方やっていこうかなというふうに思います。今回紹介していく文房具は、はい、こちらペンテルのカルムでございます。ということで今回はこちらのボールペンについて詳しく紹介していこうと思います。ではレッツゴー。はい、それではこれからですね、こちらのペンテルカルムの特徴やスペックについてを、詳しく紹介していこうと思います。まずは簡単なスペックから見ていきましょう。まずこのボールペンのお値段ですが、税込みで165円というふうになっております。まあ、つまりですね、100円玉、50円玉、10円玉、5円玉がそれぞれ1枚ずつで買えるお値段ですね。まあ、どうでもいいんですけど、まあ、正直かなりお手軽な値段だなというふうに思いますね。僕みたいな学生さんにとっても、まあ、かなり優しい値段かなというふうに思います。でこちらのペンね、まあ、後ほど特徴など紹介していくんですけれども、かなりこだわってるポイントがありますし、シンプルでかなり使いやすいボールペンだなというふうに思いますので、なおさら165円という値段は、まあ、相当安いなというふうに思いますね。続いてこのボールペンの質量ですが、質量は 12g というふうになっております。まあ、比較的軽めなボールペンではあるんですけれども、僕にとっては程よい質量かなというふうに思います。一般的な質量ですし、重すぎないので、かなり取り回しも良好で使いやすいボールペンだなと思います。続いて重心の位置なんですけれども、重心の位置は先端から約 76mm ほどの位置にあります。これは実はですね、まあ、写真載せてると思うんですけれども、僕がですね、ちゃんとした道具とかじゃなくて消しゴムの上にカルムを置いて、そこから先端からの重心の位置の長さを定規で測った結果となってますので、まあ相当曖昧にはなってるんですけれども、まあ、ご了承ください。 76mm ということで、まあ低重心とは言えないんですけれども、このペン自体がそもそも軽くなっていますので、特に重心の位置は気にならないかなと思います。続いてこちらのペンの全長ですが、全長は 146mm という風になっております。まあ本当にごく一般的な長さかなという風に思います。長すぎず短すぎずといった感じで、かなり書きやすい長さだなという風に思います。続いてグリップの直径ですが、直径約 10.8mm となっております。一般的な太さが 10mm ほどということで、まあ一般的なものよりも、まあほんの少しだけ太くなっていますが、個人的にはこのぐらいの太さがね、かなり握りやすくてがっしり握れてね、使っていけるので、この太さ、まあ僕は好きですね。そして最後にカラーバリエーションについて見ていくんですが、カラーバリエーションはブラック、ホワイト、そして持ってないんですけれども、カーキ、そしてレッド、ブルーの計5色展開という風になっております。まあ、ここで一つ注意点がありまして、軸の色がレッドとブルーの単色ボールペンに関しましては、こちらの黒と白、そしてカーキの初期リフィルは黒のインクとなっているんですが、レッドとブルーはそれぞれ赤色と青色のインクが入っていますので、そこをご注意ください。ということでカルムのスペックはこんな感じです。続いてはカルムの特徴についてを詳しく見ていこうと思います。まず特徴一つ目ということで、ノック音を従来の 66% 低減ということで、まあ、簡単に言いますと、ノック音がめちゃくちゃ静かだということです。実際に比較していこうと思うんですけれども、一般的なボールペン役としてユニボール1と比較していこうと思います。今からそれぞれねノックしていきますので、よく耳を澄ませてノック音を聞いてみてください。まずはユニボール1のノック音、続いてカルムのノック音、という感じで皆さん違い分かりましたでしょうか。でもかなり抑えられてますね。でまあノック感も、まあ本当に全然違いますし、こっちはかなりしっかりノックしているカチッカチッといった感じですが、カルムに関しましては静かで、なんと言いますか、こうぬるぬるじゃないですけれども、まあ、なんか滑らかにね、ノックしてるような感覚で、やみつきのノック感かなというふうに僕は思います。まあ、僕はどっちのノック感も好きですけれども、ノック音が静かになったということで、カルムの一つ目の特徴として、ノック音を従来の 66% 低減されたということです。続いて二つ目の特徴ですが、革調のロンググリップということで、このグリップにもかなりこだわっています。カルムのグリップを近くでよく見てみると、まあ、ちょっとかなりだいぶわかりづらいんですけれども、よーく見るとね、革調の、まあ、不思議な模様がね、描かれてると思うんですけれども、皆さんわかりますかね？これ伝わりますか？これね、革調の模様が入ってるのがわかりますでしょうか？
まあ、これが革調ということで、ロンググリップということでね、この先端からここまで、ロゴの下の位置までね、ここがグリップとなっているんですけれども、これがね、どんくらい長いか、またまた登場ユニボール1と比べてみましょう。ユニボール1のラバーグリップの位置が、まあ、大体このぐらいの長さなんですけれども、カルムは、あらびっくり。こんなに長いんです。いや、素晴らしいですね。はい。ということで、2つ並べてみますと、まあ、なんで黒と白比較してんだって感じ。長さがね、こんなに違うんですよね。いやー、これがね、ロンググリップということで、ロンググリップ恐るべしって感じなんですけれども、ロンググリップになることで何がいいかと言いますと、ユニボール1の場合、まあ僕の場合なんですけれども、こうやってラバーグリップ握ってるじゃないですか。まあ握ってると、まあ極端に言うと、まあ握ってるこの指先だけがラバーに触れてる感じなんですよね。極端なんですけど、このカルムのようなロンググリップの場合、握っている指全体がこのグリップにフィットするような感覚で、かなり握り心地が良くなってるんですよね。まあただグリップが長くなっただけっていうのはまあ言っちゃえばそうなんですけれど、やっぱ長くなっただけで、まあいいところが増えるよということで、まあこの配慮はもうとても素晴らしいんじゃないかなと思います。僕はね、このロンググリップめっちゃ好きです。ただデメリットもまあもちろんありまして、どういうデメリットかと言いますと、こちらのグリップはまあかなりホコリとか汚れがかなり目立ってしまうグリップなんですよね。ですので、そういった汚れが目立ってしまうグリップがペンのまあ広範囲に使われているため、汚れが目立ってしまう位置がかなり広範囲になってしまうっていうデメリットがありますね。まあ、なので極端に言いますと、ホワイトの紙を使っている方は、このロゴの部分から上側が真っ白、そしてグリップが真っ黒。こんな感じになるかもしれないんですよね。絶対ないと思うんですけど、まあ、本当に極端に言うとこんな感じになっちゃうかなっていう心配があるのはありますね。まあ、ね、やっぱりどんなにいいものでもね、いいところもあれば悪いところもあるということでね、まあ、それが改めて証明されたんじゃないかなと思います。何言ってんだということで、以上がこちらペンテルカルムの特徴とスペックでございました。続いては実際に書いてみた感想をお伝えしていこうかなと思います。まず書いてみた第一印象ですが、これで165円か、いやー素晴らしいって感じですね。何言ってんだ、わーね、他のボールペンと比べると、まあ、ちょっとインクがかすりやすかったりとか、まあ、滑らかさに劣るっていうとかが、まあ、あるのはあるんですけれども、まあ、このボールペンがね、165円って考えると、まあ、かなりいいボールペンだなというふうに思います。0.7 ミリも 0.5 ミリも、まあ、若干かすりやすいなと感じる部分はあります。まあ、ですが、全然普段使いで使っていけますし、勉強でも使っていけますし、まあ、普通に書きやすいボールペンですので、僕の場合だと 0.5 ミリはノートをきれいにまとめたりするのに使っていて、 0.7 ミリはちょっとしたメモ書きや動画のネタをね、書き留めたりするのに使用しているということで、まあ、使い勝手もかなりいいボールペンかなと思います。デザインはとてもシンプルで、まあ、黒はかっこいいデザイン、そして白は清潔感を感じられ、カーキはおしゃれといった感じで、各カラーによって、まあ、いろいろパターンが変わっているということで、自分の好みのカラーを選ぶことができるっていうのもね、まあ一つのメリットかなというふうに思います。165円というね、かなりお安いお価格で素晴らしいボールペンですので、まあおすすめしようかなと思います。まあ気になった方はね、まあ、学生さんでもかなり手が出しやすいボールペンかなというふうに思いますので、カルムを買って、カルムとそして僕と一緒に勉強頑張りましょう。まあ僕は全然頑張ってないんですけど、はい、ということでね、今回はこちらペンテルのカルムの紹介動画でしたけれども、いかがでしたでしょうか。滑舌しっかりしろ。こちらのボールペン総合評価していきますと、星5つ中星3つとさせていただきます。こちらのペンはね、165円という安さでありながら、ノックオンの低減、そして革調のロンググリップ、そして書きやすさなどね、値段以上に素晴らしいスペックをしているなというふうに思います。ただこのグリップがかなり汚れが目立ちやすかったり、まあ、インクがちょっとかすれてしまったり、他のボールペンより滑らかさが劣ったりとか、まあ、そういう点はあるんですけれども、これで165円だったらね、まあ、素晴らしい感じだなというふうに思います。そういったね、まあ、メリットデメリットね、まあ、完全に個人的な意見しか入ってないんですけれども、そういった面を含めて星3つとさせていただきました。安くて使いやすいボールペンが欲しいと思っている方、そしてね、学生さんの方はね、ぜひこのボールペン買ってみてください。おすすめです。ということで本日の動画いかがでしたでしょうか。この動画がいいと思ったら高評価、悪いと思ったら低評価、
どちらでもいいので押していただけると嬉しいです。どんなに些細なことでもいいのでね、コメントもぜひよろしくお願いいたします。一つ一つちゃんとねハートと高評価をして丁寧にコメント返させていただきますのでよろしくお願いします。先日ついに100人を突破しました。チャンネル登録者ですね。僕の動画を見ている方でチャンネル登録をしてない方がね約 90% ということで、気が向いたらでもいいですし、まあ、僕のことを応援してくれる方や他の動画を見てみたいなと思ってくれた方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。まあ、チャンネル登録者数が1人増えるごとにね、まあ、僕はね喜んで飛び跳ねて回るのでよろしくお願いします。通知の設定もしていただけますと僕が動画を上げた瞬間に通知が行きますので、記念すべき1回目の視聴をね目指して、通知の設定もお願いします。では本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。